皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちらモナコクラブセレクションの方を弾いていこうと思います。メンバーはこちら、トッププレイヤーこちらはファブレガス選手セスクですね。2人目がこちらグリクで、ファルカオ、ロニー・ロペス、ジェメルソンで、ゴロビン、ヘンリヒス、ベリアシレということで、前回サブアカで弾いた時はまさかのゴロビン選手が来ました。こちら本アカでも欲しいですね。めちゃくちゃ欲しい選手の一人だ。ジェメルソンも意外に強かったんですよね。ジェメルソンが当たったのと、あともう一人が誰が当たったか忘れちゃった、ヘンリヒスだったかな。ヘンリヒスもねすごい強いらしいんですよ。ちょっとアーノルドと比べちゃうと見劣りする部分はあるんですけれども、ベジェリンに似たタイプの選手ですね。はい。で、今回狙っていきたい選手はこちらグリック選手とロニー・ロペス選手。こちらの選手ね結構使いやすいらしいんですよね。使用感が抜群ということで報告を受けてますので狙っていきたいと思います。早速いってみましょう。で、今回雷選手はいないですね確か。さあレッツゴー。まあ、金じゃなかったら何でもいいかなって言ってると金、おし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 で、プレースキックとカーブ、まあ70後半。でね、キック力が80あるんですよ、意外に。で、スピシュンもあって、ボディコンも79。すごいバランスが取れてる。で、スタミナもね、まあもうちょっと欲しいところかなと思うんですけれども、まあ中盤の選手にしては少ない方かもしれないんですけれども、まあまああると。いいですね。でね、スキルのダブルタッチがめちゃくちゃいいんですよ。はい。ということで、ありがとうございます。よっしゃ。2回目いきましょう。今回ね、無課金の皆さんもモナコは引いた方がいいと思いますよ。全然当たりガチャです。で、ゴー。さあ、また金かずれるか？よし、すごい。運がいいぞ。当たれた。おー、ファブレガス来た、トッププレイヤー。僕、2018の時、結構セスク使ってたんですよ。ファブレガス選手。またちょっと使おうかな、久々に。面白い適性してますね。え、パス能力やばくないですか？もうこの時点、初期値で90超えてますからね。これはすごい。よしよしよし。え、ちょっとファブレガス選手育てて使いましょう。はい、ありがとうございます。さあ、ラスト。レッツラゴー。ロニー・ロペス欲しいな、ロニー・ロペス。グリック、どっちか来い。頼む。うわ、ずれるか？おー、いいぞ、グリック。あー、ジェメルソンか。まあ、この選手もめちゃくちゃ強いんですけれどね。ただサブアカであったんでグリクが欲しかった、欲を言えば。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。